なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい？ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かにビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあそんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事で来てんだい。春日一番だ、よろしくね。俺はジョージ・クロキ、トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ見てみろ、自信作ばかりだ。どれどれ。ああ、ああ、どうだい、最高の写真ばかりだろ。どうだいじゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の写真じゃねえか。そりゃそうさ、俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所って、そもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？ああ、さっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが行くようになってる。それを元に不審者の場所を特定して現行犯でとっ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。まあ、つまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな。だから不審者ばっかり撮ってたってわけか。ああ、トロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者探索にももってこいなのさ。まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて撮られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ、一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。なら寄ってみるか。え、俺が？カメラとかあんまり使ったことねえけど、できるかな？気にすることねえさ。何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。かぶり物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術は必要ねえ。ただ車体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮ることを目指した方がいい。そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙ってみろ。わかった、じゃあ試しに一度やってみるよ。
ああ、しっかり不審者取れよ、春日ちゃん。取って取って取りまくるぜ。いまいちだな。いい感じだな。取れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。タイミングだ。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。もっと狙わねえと。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい絵が撮れたな。取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。お疲れ、春日ちゃん。なかなか筋がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。そうかい。だがなかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。だが奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば結構サクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああそうそう、これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ、今回は特別だ。あとそうだ、これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら
微力ながら協力させてもらうよ。ありがとうよ。わかんねえことがあったり、なんかあったらいつでも声かけてくれや。わかった。じゃあよろしくな、カズガちゃん。おう。うひょー、あそこ不審者がいっぱいいる。ふう、たまんねえな。ママ、あの人は？不審者よ、目を合わせちゃダメ。